TPP= 韓太平洋経済連携協定について日米が閣僚会合を開き早期妥結に向けた協力を続けることで合意しました日米の間の溝が埋まったとは言えないものの互いが着地点を見つけたがっているそんな雰囲気も感じ取れる交渉となりました林農林水産大臣とフローマン通商代表の会談は 米や牛肉など農産品重要5項目にも言及し双方の立場について改めて意見交換しましたまた自動車貿易などで双方に対立が残る中茂木経済産業大臣が柔軟な姿勢を求めたのに対しフロマン代表は双方が柔軟性を示すことが重要だと応じたということです 茂木大臣は会談後前回の閣僚会合で議論は煮詰まってきていたがまだ双方の意見が完全に一致しているわけではないと語り次の閣僚会合に向けて引き続き調整が必要だという認識を示しました。